き物、ナンヨウマンタや、あとはノコギリを持っているノコギリエは非常に危険なので、当たると骨折とかも免れないので、そのあたりはその魚たちの行動に注意しながらお掃除しております。これ磨き終わると全然見え方も違ってくるんですかね。そうですね。特にノコギリはよくトンネルの上のところでお休みしているので、お腹が白いのでね、汚れがあると目立っちゃうかなと思います。